神田さんのですね三大特徴というのをねちょっと皆さんにお見せしたいと思います。ちなみにどうでしょう横山さん、神田さんのまあイメージっていうか、なんかありました？あ、でもなんか頭がなんか良さそうだったりとか、品がある、品がある、イメージがありますね。ただですね、優しそうで人当たり良さそうに見える神田さんですけれども、実はこんな特徴があります。次のページ。いじられるとすぐブチ切れる。これ行くんですね。これ行くんですよ。吉村さん、いや知らないっすわ。まあ我々ももう行きます。もう芸歴23年目、ニッチもサッチも行かなくなったんで、これお出しします。とうとうお出ししますね。提案なんですけどやめませんか。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。お噂は聞いてました。なんとなく。全然。そんなイメージないわ。あんなしっかりいじっちゃいけないのかなとか。まあちょっと神田さんね、まあよく言うとまあ正義感強くて、まあまっすぐ意志ね、一本筋通ってるというか、モラルもあるしね。モラルもあります。だからまあ正しいこと言ってるんですけど、ちょっとバラエティの現場に入ると異常者なんです。誰が異常なんだろうね。そう考えると。もう芸能界が異常なんだって。本当に。おたくら兄弟で入ってんじゃねえか。お姉ちゃん異常だろうよ。だからその先頭走ってんだよ。先頭走ってんじゃねえかよ。宇野さんその先頭走ってんだよ。そうだよ。確かにね。さあこんな神田さんが起こした事件。次のページ。ドン。毒舌占い師さかなちゃんにガチギレ事件。これは伝説になってるもんね。まあ K ダッシュの人間なら全員知ってる。本当にやだ。本当にやだ。毒舌占い師のさかなちゃんという方とね、芸人数組で参加したイベントがありまして、その当時はもう「THEMANZAI」でチャンピオンになった後だったんですね。それでさかなちゃんが芸人さんを毒舌で占うわけです。あんたこの後売れないよとか、なんか売れないよとかね、全然人気出ないよとかで、まあ他の芸人さんはみんな「まあそんなことないだろう」とか「もっと頑張るわ」とか言ってるんですけど、神田さんは唯一そこでガチギレ。普通の怖い顔、怖いトーンでさかなちゃんにガチギレ。なんて言ったんですか？人の悪口で飯食ってんじゃねえよ。すごい。すごい。気持ちいいね。気持ちいいよ、感じ。俺もね、2回我慢してるのよ。その前で。で、最初は、まあ、僕みたいな能力ない人間でも、努力したら優勝できるってことですよね。だから、あちゃちゃ、本当に丸×書いてたら、たまたま100点取っただけって言われたの。その前に、なんかネタ合わせが私の楽屋まで聞こえてきたけど、全員面白くないのって言ってて。いや、営業で芸人ネタ合わせしないじゃないですか。で、それ言われたけど、一応乗ったんですよ。ちょっとそういうこと言うと、受けなくなるからって、ちゃんと2回受け身取ったのに、まだ言ってくるかと思って。だから、本当に事故起こしてやろうと思って。やばいやつじゃん。2回言ったって。おい、俺は。免許取り上げて。運転免許取り上げて、もうすぐ。それ、さかなちゃん、どうなったの、それ。さかなちゃんはもうびっくりです。びっくりしてた。もうだって、そういうこと言うのが仕事で、芸人さんはもうウェルカムだと思って、もうさかなちゃんも肩ブンブン回してね。もう一生懸命言ってたんですよ。それでもうガチギレされたんで、もうちょっとかわいそうでしたね。なるほど。だって悪口じゃないですもんね、占い結果だから、まず、そもそも。悪口って捉えちゃダメじゃないですか。そうそうそう、占いだからね。ごはま気をつけろよ。今やばいっすよ。そう、これなんだけど、多分これページ飛んじゃうんだよな。次のページ行こうか。もういいですよ、神田さんのタイミングで気持ちで。次のページ見てくださいね。次のページ見てください。はい。基本的に占い師を認めていない。席に座ってください。席に座ってください。吉村さん、席に座ってください。座ってらんないよ、こんなの。今日いいスタンディングでやってます。小浜さんの言う占いなんだからっていうものがもう一個も刺さんない。すごい。じゃあ朝の天気予報の占い見て、じゃあラッキーアイテム何々ですって取り入れたことあります？真似しますよ。青いハンカチって。どうなってんだ。だって占い師ってあれ当たった時だけ実はあの時こう言ってましたって言って外れた時に謝罪してるやつ見たことあります？謝罪別いらないじゃないですか。でまあギリそれを楽しむ人いるならいいんだけど、何毒舌って。なるほど。どうせ嘘つくなら相手が気持ち悪い嫌な思いしない言葉使ってよって思うんです。でも占いで言われたことをこう避けたたらいい方向に行くってことがあるじゃないですか。このままじゃあバラエティで生き残れないよって言われたら、じゃあどうしたらいいですかって聞いて、じゃあこうしたらって言われて、でそれをやってみるっていうのは。だって俺まず俺がキレる人間っていう占いってなかったんですよ。したらこいつに言ったら切れるってわかるから言わないじゃん。だから論破されたもん。嘘ついてる。こいつら嘘ついてる。これはお見事。でも本当にカンちゃんが言ってることは確かにと思ったの。でもね、本当この4人もね占い師をね本当認めてないんです。ああ、そうなの？認めてないからこそああやってちょっとって言ってるんですよ。ほらほら、じゃあ同じだ同じだ。我々は下に見てるかもしれないけど、ちゃんと人として対等の目線で見てるから怒るんですよね。なるほど。神田さんの場合正義としてね、下には見てないからね。俺たちが本当に汚れてんだよ心が。なるべくビリで来い、なるべくビリで来いって占いのランキングの4人は×じゃない。占い結果でね。で6位とか真ん中出るとマジか難しいなとかじゃないんだよ。異常者あれじゃないのか。あとこれ後を引きずるっていうのがあるんですよ神田さん。後引きずるな。これがですね、神田さんこの件に関してですね、ツイートをしてしまうんですね。この動画の続きは ABEMA で。最新作は無料。さらに ABEMA プレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはそちらをクリック。